サラダ気がついた。なんで撃たねえんだよ。ナルトがその気になればこんな弾など吹き飛ばせる。ただし辺り一体ごとだがな。父ちゃん、父ちゃんはみんなを守ってくださって。ママ私だよ、わかる。母ちゃん、それより母ちゃんは。心配ない、助かるわ。奴らに立ち向かっていったの。あいつらが倒れたナルトを連れて行こうとした。ヒナタが止めようとして。それで父ちゃん、里のみんなを救おうと敵の攻撃を一身に受けて、いつも口癖のように言ってたでしょ、すべきことだって。ボルト、よかった、無事だったんだね。この人たちは。ああ、最後の爆発に巻き込まれちまったな。怪我自体は大したことねえ。ボルト君、もう一度。いいの、放っておいて。よくしのいだもの。終わりだ。言ってろ、修行の成果見せてやんよ。二次試験では今度こそ活躍して俺を認めさせてやるからな。課題には負けんなよ。父ちゃんに認められたくって、一人前に扱ってほしくって。くそ。お前は忍者失格だ。その通りだってばさ。ママよかった、ナルト君は。案ずることはない、後のことは俺に任せろ。父ちゃん、何も見えてなかったんだ。その通りだな。不正がバレ、皆に軽蔑されて、今や忍びですら父親も失った。かつてのあいつのような状況。父ちゃんはどうしてきたの。知りたいのはナルトの弱点だけじゃなくなったよ。直接本人に聞くんだ。少なくとも死んじゃいないってことだ。火影を助けに行こうってんならよ、一肌脱がせろよ。お敵に回したこと後悔させてやろうぜ。すげえ。には何が記されていたのだ。かぐやが大筒木一族へのチャクラの供給を止めたため、かぐやはその追手を迎え撃つ準備を進め、さあ行くぞ。パパ、私も。里にはシャリンガンを持つ者はお前しか。パパも気をつけてね、ちゃんと戻ってきてよ。ナルトを連れて帰ってきてくれ。力、俺。今のお前にはやらなきゃいけねえことがあんだろ。話は後でゆっくり聞いてやっからよ。こいつを通って奴らの元へ行く。母ちゃん、ナルト行ってくるってばさ。お父さんのことお願いね、ボルト。あ、サラダ、シカダイ、みんなを頼むぜ。